いいよ、めーちゃん。あ、好きな人について語ってください。好きな人、好きな人。私はワースタさんの西野瑠香さんと松田美里さんです。何が好きかというと、西野さんはダンスが上手すぎてまず惹かれて、一番最初ワースタさんにハマった時に、めっちゃダンス上手い、でも上手いだけじゃないんですよ、なんかかっこいい、かっこいいんですよね、全体的にね。はい、ゆうちんは松田美里さん好きだよね。はい、松田美里ちゃん推しかぶりです。そうなんですよ。あとは歌い方も好きですね。西野さんの歌い方もどんどん、いやもう本当私なんかが言うのはおこがましいですけど、どんどん歌の表現力がどんどんアップしてってて、もうかっこよすぎてやばい、本当にやばかった。なんかかっこいい系の曲の時はめっちゃ真似したりしてます、西野さんの。で、ミリテコさんはダンスももちろん上手いし、あとあざといんですよ、動きが。そう、ダンスめっちゃ上手いのに、なんか声めっちゃ可愛いから、なんか途中の曲の途中のセリフの時とかでもうイチコロって感じね。イチコロじゃない、がめっちゃ好きで、歌い方もめっちゃ好きなんですよ。なんかそのあざとい感じが途中でなんか西野さんはミリテコさんにも惹かれてたなっていう部分。もうツイッターもインスタもフォローしてますかわいい、ほんとかわいいよね。かわいい、もうね、いっぱい好きな人はいるんですけど、深瀬美桜ちゃんはまずお顔がかわいいんですね。もうお顔が好きなの、顔がかわいい、パフォーマンスもすごいんですよ。ちゃんとこう伝えようっていう感じが伝わってくるのと、マナがライブに行くたびにもう可愛くなってるし、歌もさ、なんか上手になってるんですよ。で、だん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 引き込まれてって、かわいいでしょ、かわいいでしょ、なん自分のものに浮かせたみたいな感じなの、かわいいでしょ、みんなの深瀬美桜さんだもん。だって滅ぼしてもらってるもん認知ある、確かに。だって羨ましい、本当にありがとう。かわいい女の子みんな好きです、ママは。もう街中歩いてる子でもかわいい女の子みんな好き、かわいいってなる、いいなってなるから、かわいい人が好き。やっほー、好きな人について語ってください。好きな人、好きな人、マホはドナルドが好きです。ドナルドダックが好きです。ドナルドのお尻が可愛すぎる、めっちゃフリフリしてて可愛い。今ね、ドナルドの iPhone ケース今探してて、だからいいのに巡り合ったらドナルドちゃんにしたいと思ってます。好きな人じゃないけどドナルドが好きです。で、これホリさんが描いてくださった絵で、マホはこのなんか水色のちょっと淡い色、めっちゃ好きな色の T シャツ着てます。リボンもつけました。あ、バイバイ、自撮りする、今から。イエイ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 、自撮り終わった。あと今年もうすぐ M1 グランプリあるんですけど、見取り図さん応援してます。めっちゃ面白い、見取り図さん一押し、めっちゃ面白いネタ、みんな見てみてじゃあ行ってくるよ。やっぱもうちょっと自撮りしようかな。いっぱい自撮りしよう。こんにちは。どうも。一回来ちゃいましたよ。お題、裏側お題、好きな人について語ってください。好きな人、真帆ちゃんです。私もじゃあさやかさん、さっき2人くらい言っちゃって、まほちゃんは本当に努力してて、ちょっとしたことでも笑ってくれますしょうもないことでも笑ってくれます。いつもさやかさんは私を本当に笑顔にしてくれますやっぱり他は好きな人、
はリサさんが好きですね。あーやっぱさやかさんといえば結構でも割となんかグレンゲで有名になる前から好きで、なんかアニソンとか歌いたいなって思って初めて聞いたのがリサさんのライジングホープっていう曲を聞いて、めっちゃ声がかっこいいって思って、そっからめっちゃ聴くようになって。難しいのよ、高いから。あそう、難しいんだけどリサさんの曲をたくさん聴くようになって、今ではたくさん歌ってます。さやかさんのグレンゲめっちゃ好きですよ。ありがとうございます。あと芸人さんはイグジットさんが好きです。 M1 応援ですね、応援。見取り図さん応援してます。見取り図さん応援します。じゃあ私も面白いよね。面白い、あんまりネタ見たことないんだけど、ほんとツッコミ面白くて面白いな。うん。ふん。ふん。ふん。がやばいね。では、さよなら。さよなら。あ、じゃあ、芸人さん風にしよう。はい。もういいわ。どうも、ありがとうございました。私の好きな人は月島さやかちゃんです。歌声が好きだし、性格も好きだし、テンションも好きだし、全部好きです。以上。やばい。好きな人について語ってください。最近は名古屋ドームに行ってプロ野球のドラゴンズの試合を見に行ったので、大島洋平さんですかね。なんかリサさんがゲストで来てて、リサさんと集合写真撮る瞬間があったんですけど、リサさんと一緒に集合写真撮る時の大島洋平さんの顔がめっちゃ子供みたいで可愛くて、本当に30代に見えないぐらい可愛かった。やばい。なんかみんなこらーみたいな、なんかみたいな感じだったのに、なんか一人だけめっちゃ緊張してて、めちゃくちゃ可愛い。また語りに行きます。ではちょっと時間がないんで簡潔に言います。私が好きな人っていうかものはチョコレートです。この前1週間チョコレートずっと食べ続けて、本当にゲロ吐いちゃうぐらいダメージ受けたんですけど、それでも好きなんでまだ毎日食べてます。じゃあ行ってきます。いつも最後に。バイバイ。みんなも喋っとき。はい。好きな人について語ってくださいって。好きな人、好きな人いいですよ。皆さん私に告白してもらって。ハンナちゃんじゃないんだけど幅が広すぎて。そうなんすよ。だってさっきのさ話聞いたチョコレートで人って何みたいな。ちょっとでは人って何みたいな感じ。はい、みなちゃんはリンノさんに対して語るよー。 YouTuber みなちゃんできた。はい、リンノさんの好きなところですね。一番好きなのは顔です。二番目に好きなのは、いやマジで顔。三番目に好きなのも顔。マジで美しい、本当にマジで神ですかあなたみたいな。で一番ちょっとベースで本当に好きなところがあって、もうヌーレとピーアスのところがもう本当にほんまえめっちゃ可愛い。はい、皆さん見てください。全員皆さん教え届ける。なんかウサギが喋っとる。あと10分です。私の好きな人は福澤あすみちゃんです。えれ、ー、7個あるんで最初言うわ。はい、私なんですか。でもなんか、はい、やったなんかさ、ファンの人にさ、はい、怖いって思われてるみたいな。なんか魔法のさ、ドッキリの人が僕。おー、あれ、いや、そういう人いるかと思った。堀さんに言うよ言うよみたいなのはアジャが言ってて、申し訳ありませんでした。堀さんに言うよ。あそれに対してってことは、堀さんって普段から怖いですか。怖くないよ、誰も。
言えないでしょ。え、怖くないよ。だから私そんな、そういうネタだから。そうだよって、私が言うと怖いからなんか。そうだよ。っていうか、でも確かに私らが言ってもなんか信憑性ない。中間のあすみさんが、中間のあすみさんが右下方でも、いやいや、はい、言わせてるみたいに。いや、本当に怖い人いないんで。マジで。え、なんで怖いっていうか、極悪な人いないよ。まずそんなことをする人がアイドルキャストにまずいらっしゃらない。まず梅村さんがああいう感じじゃん。そうですね。ああいうのほほん系じゃん。その子供たちみたいな。それな言うとんねん。怖い人。どう？梅村さんもすごい下からになっちゃう。てかね、トライ。おいおいおい。ちょっといいですか。ちょっといいですか。あのね、やっぱね、活動してきて分かったことがあって。本当に誰か一人でもなんか性格がちょっとなんか悪いとは言わないですけど、なんか合わないとかそういう人がいたとしたら1年は持たん。それは本当に1年ってすごいんだなって思った以上。あ、仲良しってことよ。仲良し恋しよう。仲良し難しい。私の好きな人はまのちゃんです。いろんな人のこと言ってる。確かにいろんな3人目ですよ。わしゃ聞いた限りで3人目。まのちゃんはすごい可愛い。ノリが可愛いけど可愛いだけじゃないとこがいい。3人くらい言ってる。私の好きな人はりんのちゃんです。イエーイ。5人目。ありがとう。りんちゃんはすごい自分らしいところを貫いててめっちゃかっこよくてめっちゃ可愛くて大好きです。小学生です。私の好きな人はまほちゃんです。ちょっとこれ最後まほちゃんは本当に可愛いけどめっちゃ面白い。だからキャラがめっちゃいいよね。キャラが好きです。あと一生懸命頑張ってるところもすごい魅力的です。さっきはアスミンちゃんですって言ったじゃないですか。え、好きだよ。アスミンのことめっちゃ。アスミンは本当に、なんかさ、やっぱダンス上手いみたいなイメージだけどさ、上手いけどさ、この人あの優しいんですよ、すごい人間が。やった。普通に人として好きです、私。やんだー。あと意外とね、繊細なんだよね、この子は。だからみんないじめないで、アスミンは。繊細なの、この子。繊細なの、キュルルンちゃんだもんね。私も好きな人は以上でした。ありがとうございました。ちゃんと私はって言わないと。何が？いや、ちょっと電話しないと。じゃあ私の好きな人はホリさんです。ホリさんですね。私好きな人ホリさんなのに映ってない。ホリリエです。私の好きな人はホリリエです。いや、自分で言ってるみたいになっちゃってる。ホリリエが好きです。本日の公演を楽しんでいただく前に注意事項がいくつかありますので聞いてください。はい、1、夏色録音は禁止です。それでは間もなく始まります。もう少々お待ちください。以上、アイドルキャプテンでした。バイバーイ。今日は11周年記念公演となります。はい、来られた皆さんも超楽しみにしてくださると思うので、はい、メンバーも気合い入れて今日の公演作り上げたのでみんなで楽しい公演夜に覚めて。Thank you.
ごいいいライブでした。エレベーター巻いて、いやーすごいいいライブでしたね。なんかね、ほんとね、なんかね、涙してなんか真面目なドリーナーをパフォーマンスするためになんかあえてやっぱり先輩が前っていう感じの曲じゃないですか。なんか後ろの時代もあったことを思い出して、すべての時間が意味があったって思いました。聞いてくださってありがとうございました。あーもう泣きそうになっちゃう。いいライブでした。泣きそうになっちゃうね。でもそうそう、ちゃんと感情のコントロールステージ上でできないなと思ってすごい頑張って食べてたんですけど、でもそんだけなんか今年ってすごい怒涛の1年を歩んできた気がして、いろいろ考えたこととかいっぱいあったんですけど、なんか周年を迎えるたびになんかファミリーで入れてよかったなってすごく思うので、また来年もこんな素敵なライブがねできるようにまた1年頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは、11周年記念公演が終わりましたということで、はい、本当に素敵なライブになりました。よかった。もう本当に感動したんですけど、やっぱこんだけ感動するってことはそんだけそうやって今までを歩んできた証だと思うので、ね、また来年もねこうやってみんなで12周年だって言って迎えられるようにまた1年頑張ってきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上アイドル教室でした。ありがとう、みんなありがとう。幸せです。はい。